ラボの中川と申します。えっ、ー、と今回は M.O.V. のスレッショルドシクネイチャーユージングシュノアっていうので、まあ要はえっ、ー、と N 人の中から M 人が出てきてまあ証明するっていうようなセッションになります。で、このセッションの目的なんですけど。 えと大きく3つあります、えーと、秘密の共有の方法っていうのをまずやります、まあえー、と秘密分散って言ったりしますけど、それから、えー、とランダムのその秘密を作るっていうことと、その検証というのをやります、でそれを使って、まあ、シノアへ適用してみましょうというような流れになってます。はいえーでまあ、順番としてはシャミアの秘密分散法をやって、その後検証可能な秘密分散法をやってからシノアに適用していきますと。 でまずシャミアの秘密分散法なんですけど、あんまり難しくなくて、えー、と要は、えー、K-1 時の多項式を定義する、まあ、下の F x のなんとかかんとかの最後、X が K のマイナス1乗になってるんですけど、こういうような式を、えーまあ、1位に決めるためには、稽、ま、古、あの点があれば、まあ、十分ですよっていうようなのを使ってやります。で じゃあその3つの点があったらどうやったら多項式を求めますかっていうとこのラグランジュの保管っていうようなえとこの下の式を使ってまあ導くことができますでこれだとちょっと分かんないんでえと例として k が3の場合をえ考えてみますとでそうするとまあ要はこの fx の a0+hx+a2 の x の2乗っていうような式がまあ求められるようになればいいと。 でラグランジュの公式使うと一番下のような Fx っていうようなものがまあ生まれますと。で、これがまあ正しいかどうかちょっと見ていきますと、まあ、えっと上の部分だけで見ると、x の2乗の式になるからまあ K、k-1 の多項式にはなるんだろうなっていうのが分かります。で、次に、これらが x1、x2 もその要は3点を通るっていうことをまあ考えてみますと。 でそうすると、えっと、x1 を入れてみるとあの赤い部分のところで、まあ、全部0になっちゃってあの右の部分が全部なくなっちゃいますと。で y1 の部分の方を見てみると上の分母と分子が同じなのでこれ1になって、まあ、結局 y1 になりますよねっていうようなことで,で同じようなことが、まあ、x2 にも x3 にも言えるので、まあ、3点を通るねっていうことが分かりますと。 で、えっ、ー、と、秘密分散の方法なんですけど、えっ、ー、と、シャミアの秘密分散法の場合には、一、まあ、人のディーラーがいて、N 人のプレイヤーがいますと。で、その N 人の中から M 人が集まれば、えっ、ー、と、秘密を再構築できるよっていうような、えことをします。で、えっ、ー、と、ちょっとずれちゃってますけど、まあ、ディーラーは秘密値を S っていうのを作ります。で、S っていうのは A0 になります。それで、それからディーラーはランダム値を、まあ、M、 マイナス1個分作りますで、えっ、ー、と、さっきの多項式を生成します。で、これに対して、えっ、ー、と、各プレイヤーに x1 から x1/1 っていうのを、まあ、m 人に全、n 人に全部送りますと。で、えっ、ー、と、まあ、m 個あれば、さっきの公式から、えっ、ー、と、秘密が出ますと。 で、ラグランジの公式は上のになるんですけど、秘密鍵はさっき設定したようにあの0なので、えっと、F の0を入れたときが、まあ、要は秘密になりますよというので、えっと、下のような式になりますと。で、M 人のプレイヤーが集まれば、これを使ってまあ復元することが、S を復元することができますということです。で、ちょっともう分かりづらいんで、演習ということで、えっと、ちょっと僕、 えと作ったので、このページを開いてみてくださいと。はい、こんなのになります。で、計算得意な方は、えー、とここの97っていうのをなんか、クリックすると素数が3つぐらいになるので、まあ、なんか大きめの素数にして計算してみてください。これで、まあ、なんかよく分かんないけど、秘密鍵決めますと。で秘密 を決めてあとはランダムの値を決めますとそうすると下のようにダラダラダラとできますなのでディーラーはさっきの多項式を利用してえっ、ー、とプレイヤーの1には1の60プレイヤーの2には2の22みたいな感じでえっ、ー、とまあ数値を送りますとでそうするとえっ、ー、と P1 と P2 から P5 までができてでこれらがまあ何でもいいんで えとこれ3オブ5なんで5人に対して3人が集まればできるようになっているので3人適当に選びますと。でこれ123にすると計算が楽なんで多分123でまずやってみた方がいいと思いますけどそうするとこんなような式がまあまあ出ます。これさっきのラグランジュの公式がまあまあ出てると思うのでこれを計算してみましょうということでちょっとやってみてみましょうということですね。えっと多分123にするとここのところが3。 ここがマイナス3、ここが1になるので、多分 60×3 引く 22×3 足す26みたいなのが出てるんで、で、これをちょっと計算すると、えっ、ー、と、まあ、計算すると、まあ、答えが出てきて、43になると。で、43になるっていうと、まあ、この辺の式が、 同じになりますっていうのでちょっとやってみてください <laughs> やってみてでまあ3やめて4にしても結局ここは43のままだったり135にしてもまあ43になりますえっ、ー、とここの S, S の式がマイナスになっちゃった人は97というかこの素数を足し込んであのプラスになるまでやってみてくださいで逆に97を超えちゃった人は97からこう引いてみてえと97を引いてえと97以下になるようにすると同じような答えが出ると思います。 でえっと、これが、要は秘密分散法、社名の秘密分散法というものなんですけど、えっと、問題なのは、要はプレイヤー N 人がえっともらった XY っていうのは、正しいのか正しくないのかっていうのは、実際、プレイヤーの方には分からないので、これ検証する必要が出てくるというのが、問題になりますと。 でえー、要は検証可能な秘密分散法っていうようなことが必要になります。で、えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、もう一つポイントとして、さっきは、えっ、ー、と、ディーラーが一人いたので、ディーラーは S を知っている状態になっちゃうんですけど、実際に例えば、えっ、ー、と、N 人で共有する鍵を作って、M 人で再構築するってなったときに、えっ、ー、と、N 人の誰かが、えー、要は秘密鍵を知っていたら、それはあんまり意味がなくて、要は、 ランダムに秘密鍵を作んなきゃいけない。N 人がランダムな秘密鍵を作って N 人の N 人が誰もわからない。だけど、その中の M 人が集まると、まあ、その秘密鍵が求めることができるよっていうような状態にしなきゃいけません。で、いうことはどうすればいいかっていうと、す、え、べ、ー、ての参加者がディーラーになって、かつ、えー、とプレイヤーになります。で、そして、まあ、N 人のプレイヤーが <laughs> えーと同じようにディーラーとして自分の秘密鍵を作ってみんなに えと渡す。それから、えー、とその後の M 人が集まったらそれぞれのものがあるので、えー、まあそれを再構築できるというような形になります。はい、でこれはあの大円曲線上の問題で、えー、と基本的に大文字は大円曲線上の点だと考えてくださいで小文字はえ単なるスカラーだと思ってくださいただちょっとプレイヤーはえっと PI としてちょっと大文字になっちゃいますけどまあそういうのき しますと。で、各プレイヤーが、まあ、さっきと同じように乱数を作りますと。で、それを、で今回乱数が2つ出てきますと。で、えっ、ー、と、それを、えー、と FX と F'X っていうような多項式を作って、それぞれを各プレイヤーに送信しますと。で、えっ、ー、と、各プレイヤー はえー、とその後、えー、とコミットメントっていうのを作ります。あのさっき、えー、と彼がやったあのバレットブルーフのところにも出てきたんですけど、それと同じようなものですね。えー、で、コミットメントを使ってみんなにブロードキャストしますと。で、各プレイヤーはその受けたコミットメントを検証しますと。このさっきのバレットブルーフで出てきたのと同じ式ですね。 まあ、S と G に対して、あの、コミットメントを足し込むと、まあ、えっと、答えが出てくるようって、これが合ってるかどうかっていうことで、まあ、要は、えっと、僕らがもら,、えー、ともらった S の i とか S、S, S, S っていうか、まあ、みんなが配った、まあ、X、Y の座標が合ってるかどうかってことが分かりますと。で、えっ、ー、と、各プレイヤーとしては、えっと、えっ、ー、と、これが分かったら、今度は、えっと、G 側ですね。今、こっち側の、 この A の G 側の方を渡してこれらをブロードキャストしますそうすると同じように今度は S' じゃなくて S だけを検証してこれがあったものがあっていれば S は正しいものだということが分かりますはいえー、とちょっと図にするとこんな感じになりますとえっ、ー、と 要は、えー、と多項式作ります、これに G をかけたものと F' に H をかけたもので、えーまあえー、とこのようなコミットメントが、えー、いっぱい出てきますと。で、コミットメントと自分がもらったものをこう足し合わせて検証することができます。で、これができたら、まあ、合ってるので今度はこっち側の上の部分だけ渡してもらって S が正しいかどうかを検証するっていうような流れになりますと。 でえっ、ー、とじゃあ、えー、ランダムな秘密とその公開鍵はということでランダムな秘密っていうのは、えー、とそれぞれが持ってきた A0、えー、各 N2 のプレイヤーが出した A0 っていうのが、まあ、秘密になりますでじゃあそれに対する公開鍵っていうのはどうするかっていうとさっき出したこの A0 っていうのの一番最初のこのこの部分ですねこれが秘密なのでこれを全部足し合わせたのが えとランダムな秘密鍵に対する、えーまあ、公開鍵っていうような感じになります。で、M 人のプレイヤーがいれば、えー、とさっきと同じ、えー、と公式を使って、えー、求めれば、えーと、秘密鍵が復元できますと、はい。ということで、これもちょっと演習をやってみます えっと、2番目のタブを開いてもらって、えっと、今回 G で、エッジはちょっとこれ簡単に計算できるように単なる 2G としているので、エッジの部分は2倍すればいいような感じになります。で、乱数を適当に設定すると、こんな感じでさっきの、えっと、F と F ダッシュを、えっと、それぞれプレイヤー2と3、あ、すみません、今回はさちょっと大きくなっちゃうんで、えっと、3オブ2の えと検証です。なので、えーと、1は、プレイヤー1はプレイヤー2とプレイヤー3に、えー、と値を送って、プレイヤー2はプレイヤー1とプレイヤー3に値を送ってっていうような感じになります。で、各プレイヤーに。 が、えー、それを渡した後に各プレイヤーはコミットメントを渡します。コミットメントは、えっ、ー、と、まあ、要はこんな式で出すんですけど、実際はこのポイントしか送らないので、えー、他の人たちはここに何を足し込んだかってのはよくわかりません。ですね。はい。で、えっ、ー、と、こんな感じで、で こっち側が AO はもらった S と S ダッシュの計算でこっち側はブロードキャストしたポイントですねを足し込んだのが、まあ、こ,れどこれが合ってるかどうかっていうのをやりますとでちょっとやってみますと1だと簡単なんでやりますと例えば P1 が プレイヤー1がプレイヤー3からもらったものが正しいかどうかを調べるときっていうのは、これが96と96、ジは2倍なので、96の3倍。これ何 ?3 倍、誰か <laughs>。288。で、これがえと3と30を足せばいいので。 するたぶんこれとこれが合っているのでまあ、合ってますねという感じでコミットメントがまあ確かめることができますと。でこのコミットメントを確かめたら次に、えー、と今度は A の方だけのまあものをみんなに配布しますと。でこれも同じように、えー、と正しいかどうかを確かめますと。 で、これで、正しかったら、えーと、公開鍵の P みたいなのができてて、で、まあ、これに対して送りますと。で、これを、まあ、要は秘密鍵を作って復元するときには、要は3人のうちの2人がいればいいので、さっきと同じように、えーとまあ、2人選んでみますと。そうすると、えっ、ー、と、 まあえー、と要は S 足してさっきのラグランジュの1部分作ります S2 の方の部分作りますそれを足し合わせたら答えになりますよということで、まあ、ちょっとやってみるとこれが92なので、えー、と92っていうのが実際にこのポイントになるかどうかを調べてみますと。 同じになりましたね。なので、まあえーと、秘密解が復元できたってなります。えー、と今これちょっと試験,試験というか、まあ、実験用なんであんまりこの乱数が大きいな数にならないんですけど、実際は32ビットのまあ大きな数になるので、まあ、もっと複雑,な形になります複雑な数字になりますけど、やってることは同じということになります。はい。で、えー で、えっ、ー、と、この S の IJ と A の IJ というのを共有する手順を、まあ、VSS と呼ぶことにしますと。はい、で、えっ、ー、と、シュノアーの署名に対して、えー、今度はこれを適用していきますという話になります。で、えっ、ー、と、シュノアーは、えっ、ー、と、ここで扱うのはちょっと単純なシュノアーにします。で、 えと基本的に秘密鍵を S、乱数値を R としたときに、えー、単純にえと署名は R とハッシュ値の S というような形にします。で、検証自体は、署名値の G をかけたのと、えー、とまあランダム R と,、えー、とメッセージと P を足し合わせたものがイコールであれば、ュノア終わっているというような、まあ、ちょっとこういう形のュノアにします。 でちょっと,、えー、とビープシュノアとかで書いたのとはちょっと違うんですけど、まあ、同じようなものでこれでいきます、はいでえーと。鍵の生成はさっきの VSS の方法を使って、まあ、共有しますと。なので公開鍵は、まあ、全部足したものになっていきますと。えー、と M 人のプレイヤーが、えー、と証明書を発行しますと。 はいでえー、と要は、えー、とシノアの場合って、この R っていうのが問題で、えー、R もまあ同じように VSS を使って共有します。なので、R に関しては、まあ、これは M of M のまあ共有と考えていただければいいです。で、R ができますと。で、えー、と各プレイヤーは、えーと、証明書を送りますと。 でまあ、どんな証明書を送るかっていうと,、えー、と自分たちが持っているところの、まあえー、とシノアの計算をして、まあ、各プレイヤーに送りますと。で各プレイヤーはそれが正しいかどうかを検証しますと。これ複雑に見えてますけど、まあ、要はやってることは乱数の部分と,、えー、と証明書の部分をやってて、まあ ここは、シュノアの証明でやってみて、これが合ってるかどうかっていうのを検証します。そうすると、各プレイヤーが出した証明書っていうのが多分同じなので、この証明書をえとさっきと同じようなえとラグランジュの公式に当てはめれば、証明値が求まります。それから乱数も求まります。なので、これがまあいわゆるえ証明になります。ちょっとこれもやってみます。 えと今度はもう多分全部できていると思います。で、えっ、ー、と、こんな感じで、さっきと同じように、エッジは単なる2倍にしてあります。で、えっ、ー、と、キーももうみんなに渡されているとします。で、まあ、この、こう、買いかけに対して送っています。なので、こう、この字の2人を選ぶと、えっ、ー、と、ランダム数が、 えー、配られれれれてそれぞれのランダム数がこれになります。で、えー、プレイヤーの1とプレイヤーの2に渡たっているランダム数がこれで、で、ちょっと、えー、と今度、ハッシュ値を今回、わ、えー、分かりやすいように単なる3倍の3ってしてます。で、実際はハッシュ値なんで、もっとランダムな複雑な数になりますけど、なりますで、それぞれの、えっ、ー、と、証明っていうのが、まあ、1と2が出しているのが、 それ自体が正しいかどうかを調べることができてで、まあ、これが正しいですねってことが分かってで署名値を出しますとで署名値はさっきのラグ洛南序盤まで出しますでこれ単純に3分の2なんでこれ簡単な式になってきてでこれを出すと署名値が609っていう形になりますとで609になって、まあ、これが合っているかどうかをまあ調べてみましょうということで え調べてみますと609が R と H のピ ハッシュ値は単純な3にしているので、これで合ってると。思う立ってますね。はい、これでまあ合ってますということですね。で、えっ、ー、と、これなんですけど、えっ、ー、と、実際こうなって でてえー、と今回、このランダム数は P1、えー、と P2 が作ったランダム数なので、これを P2 外して P3 にすると,、えー、と、ランダム数が変わるので、署名値が変わります。はいはい、ということで、検証ができましたということですね。はい で、えっ、ー、と、まとめになります。えっ、ー、と、まあ、秘密の共有の方法っていうのは、シャミアの秘密分散法を使って、まあ、えっ、ー、と、共有していきます。で、えっ、ー、と、これだけだと、ちょっと問題がいろいろあるので、まあ、ランダムな秘密鍵ということで、まあ、それぞれが、まあ、同じようにディーラーになったり、プレイヤーになったりすることで、まあ、要は共有していきますと、検証可能な方法としては、あの、コミットメントっていう方法を使って、 えと検証可能な状態にするので、まあ、正しいことが分かった状態であの秘密をそれぞれが保持できるというようなことになります。でアへの,の適用 A はどうするかっていうと,、えー、と秘密値とランダム値にこの VSS っていうのを使ってそれぞれ共有することで、えー、と基本的には署名値というか、まあ、秘密が分からないんだけど署名ができるというような状態になってシノアにうまく適用できるということが分かりますと。 参考はこの辺のものを見ていただければと思います。ということでありがとうございました。